はい、本日はですね、マキタから発売されています 7.2V、リチウムバッテリー搭載ですねのクリーナーの説明をいたします。モデルですね、 CL070DS。 まずですね、とにかくですね、コンパクトで軽いんですけども、軽いんだけどもパワフル。ちょっとこれ見ていただけますか。こうお金ですね、まあ500円玉なんかもあります。これちょっと吸ってみたいと思います。あっという間にですね、重いお金でも垂直にこのように吸い上げることができます。そしてですね、溜まったゴミですね、ホコリ等はここに溜まるんですね。で、これがですね、紙パックに溜まらずにここに溜まることによってですね、ゴミ捨てが非常に簡単となっております。そしてこう中見ていただけますでしょうか。逆紙弁がこうついておりますので、一度吸い込んだゴミはこう戻らないようになっております。そしてこちらがフィルター。フィルターがですね、よくフィルターのお掃除が大変ということが多いんですけども、これ見ていただけますか。フィルターがですね、こういうふうに2層になってます。これは不織布の、フィルターになってますんで、洗うことができますね。もみ洗いで干してやると、そしたら乾きますので、これも水洗いこちらの方でですねできますので、非常に清潔になっております。そして非常にセット簡単ですね。このノースやって、そしてここの爪がありますんで、これをこうキュッと回すと、これでもうロックが、あ、よいしょ、こうですね、はい、これでもうロックがかかるという状態です。そしてですね、よく充電式でお困りの方はですね、バッテリーの寿命が短い、そして満タンにして使おうと思うと、使えないということがありますけども、これはですね、リチウムイオン工具にもですね、使用されてます。バッテリーを使用してますので、これ充電をですね、こう差し込んでやると満タンになりますね。満タンになっても、差しといても過充電にならないと。これバッテリーのですね、寿命を縮める原因として充電しすぎっていうのがあるんですけども、充電のしすぎを防いでおります。そして一度満タンにすればですね、自己放電、勝手に電池が抜けるのがですね、非常に少ないので、満タンにしておけばずっと満タンのままと、使いたい時にパッと使える、そういうようになっております。そしてこのようにですね、フックがついてますので、クローゼットの中、壁にですね、かけといていただいて、ちょっとこうほこりが気になるとき、なんかほうき代わりとして使っていただけます。そしてですね、付属のこの T 字ノズルはですね、首振り角度がですね、非常にこう多く振れるということで、こう見ていただけますでしょうか。ソファーの下なんかでですね、こんだけの高さがあればですね、ぴったりとこのように床面を捉えてですね、ゴミを拾うことができます。そしてこれを取り外して、ここがですね、ノズルが出てますので、安定したこの差し込みが得られて、車のお掃除、狭いところなんかもこれで掃除ができます。もちろんこのように T 字ノズルも使えますので、コンパクトに作業もできます。強力で長寿命、とにかく軽くて強いっていうクリーナーです。ぜひ一度お試しください。